シドニー、マクアリー・ストリートのチーフ・セクレタリー、S ・ビルディングは、植民地時代からニューサウスウェールズ州の成長だった、総務長官、旧省は、植民地長官は、英連邦諸国及びイギリス帝国植民地の現地政府の高官であり、総督に次ぐ地位である。例えば、香港不正市やシンガポール植民長官などがあった。最初期の植民地長官は、 総督の主要な補佐役であり、先制君主制国家の最小に似た職能を持っていた。責任政府の実施後、多くの場合は、町長,長や大臣の一人になったが、それでも総督と政府間の調整という重責を担っていた。またいくつかの地域では引き続き政府院事の管理を担った。20世紀半ば以降、次第に植民地という概念。 用語が避けられるようになっていくにつれ、多くの地域の植民地長官は、総務長官に改名されていった。例えば、オーストラリアのニューサウスウェールズのコロニアルセクレタリーは、1959年にチーフセクレタリーに改称した。その後、多くの旧植民地が独立したり、君主制が廃止されたりしたことで、その地位は他の現代的な感触にとって変わられた。 例えば植民地時代の香港の布政治は1997年の香港返還後に政務主張に変更された。中国語訳の布政治とはかつての中国の商船府政史氏の略称に由来する。これは民発に設置された省の民政を司る機関で主観は不正史である。ありがとうございます。